こんにちは、花屋龍馬さん。初恋の話をねしていただきました。ちょっとほろ苦くなっていいですよね。まあ初恋っていうのはね、10代に入ってすぐ訪れるんではないかなって気がするんですよ。自分が男であるってことをね強く意識して、そして同時にですね、あれ、今まで女の子に対して抱いていた思いがだいぶ変わってきたなと。まあそれは性的なものもあるし、あと将来ってものをねやっぱ考えた時に、まあ、一緒に人生をね歩んでいきたいなと思ったり、まあ、単純にですね今日の寂しさを埋めてみたいなと思ったり、あとはやっぱりこう好奇心とかでしょうね。自分と全く違う異性がいるってことだと思うんですよ。で、私はですね、まあ、異性をものすごく意識して、10代の頃から暮らしてきたんですよね。なんでかっていうと、まあ、それはもうちょっと後に話すんですけども、20代になった時っていうのはもうよりですね自分が男性としてどういうふうに際立っていくかとかね、そして30代にどんなお土産を作っていくかって、本当こういうふうにね詰将棋みたいに一歩一歩考えながらやっていったんですよ。まあ、考えながらやった割には何も結論が出なかったんで、下手の考え休むに似たりってやつだったんですけどね。まあでも50を前にして少し思うのは、年齢に応じた人格を身につけるっていうことは、まあ、あるんだなというふうに思いました。それはね、自分に対してすごく思うんですけども、女性の恋愛観と男性の恋愛観の圧倒的な違いだっていうことを、まあ、学んだことに対してそうかもしれないなと思い出したからなんですよね。ちょっとややこしい言い回しになってすみませんけども、女性っていうのはね、よく恋愛のメモリーは上書きするって言いますよね。で、男性は、まあ、上書きじゃなくってどんどんストックしておくっていうふうに言われるんですよね。例えて言えばですね、同時にたくさんの音楽を聴くことができないですよね。たくさんの音楽をこういろんな音楽を同時に聴いて楽しめる人ってなかなかいないと思うんですけども、男性にとってみると恋愛って同じ部屋に飾った絵みたいなものらしいんですよ。こっちを見たらこんな絵があって、こっちを見たらこんな絵があって、こっちを見たらこんな絵があってって感じで同時に飾っておくことができるんですよね。で、女性にとって恋愛っていうのは音楽であって、同じ部屋にいるんだけども絵を描けているように、こっち見たらあれ、こっち見たらあれじゃなくて同時に音楽がかかっているようになっちゃうらしいんですよ。まあ、ですんで今まで聴いてきた音楽をもうとりあえずプレイヤーを閉じてね、聞こえない状態にして新しい恋に入る、新しい音楽を奏でるみたいなことがあるらしいんですよ。そして男性と女性の恋愛観の違いっていうのは、この同時に同じ絵を持てるか、同時に同じ音楽を聴けるかぐらい違うんですけども、女性の成長がね早いからなんでしょうね、きっとね。女性は男性に比べて早く年を取ります。特に10代のこのね成長のスピードと20代の変化のスピード、30代の年齢の重ね方、これね本当にねカッカッと違うんですよね。まあ、これはある意味無慈悲なところでもありますし、女性っていうのが本当にね、まあ乙女恋せや短しなんとかっていうね、そんな歌もありましたけども、まあ時間の感じ方も大いにあるんでしょうね、きっとね。で、男性ってのはいつまでも初恋のことを覚えてる人が多いらしいです。そしてそれまでに付き合った女の子のことをたまに思い出したりとかね、今あったらどうかなみたいな、ね、ことを考えちゃうらしいんですよね。まあ、私も考えなくもないんでちょっと恥ずかしいんですけども、まあなんかねいろいろありますよね。はい、じゃあねいろいろとまとめましたけども、まとめてしまいたいんですけども、私がねなんで女性を意識しているかってことなんですよ。それはね理由は2つあります。1つはですね、まあ、人類の中で半分が女性なんですよ。だから女性のことを考えるってことは人間のことを考えると言ってもいいんじゃないかなと思います。女性の目を意識して女性がどういうふうにね考えているのかってことがやっぱ思いを馳せていくっていう、これはね単純に女好きってことではないんですよ。人に配慮するっていうのとすごく深く関わってるからだと思うんですよね。で、2つ目の理由なんですけども、それはですね異性だからなんですよね。男という共通項で見ると計り知れるものが、まあ、ただあるんですけども、ただやっぱり女性っていうふうに考えるとね、はっきり言ってバッグの中に入ってるものから違うと思うんですよ。私は見たことはないですけどね。そしてどこの痛みが自分に効くのかとかね、それから買い物に行った時に一番最初に気にするのは何なのかなとかね、ドラッグストアに入った時とか顕著ですよね。ドラッグストアに行った時に動線っていうのは男性と全く違います。スーパーに行った時もそうですね。
買い物する時っていうのは本当に顕著に出ます。ということはお金に対する意識っていうのも男性とまるで違うわけなんですよね。食事に行くと、まあ、私の目の前にいる人だけだと思うんですけども、私基本的に女性がお金を払うところって見たことないんですよ、まあ当然私が全部払うんでね、当たり前ですけども、もうそうですね、私が払い始めて30年ぐらいになりますよね。もう男性はとかくそういう場面が多いと思います。割り勘っていうのは私はちょっと経験がないんですよ。どんなにド貧乏でも割り勘っていうのがないんですよね。どんなに無理しても、まあ、自分で払ってきたということがあります。これね、なんかね、本当に大きな違いだと思うんですよ。まあ何が言いたいかっていうと、本当にね、まとまりきらないんですけども、なんかね、女性はお金を払えない割には価格を気にするなというところがね、私が見てきた女性間の中の共通項ですよね。あの店安いよねとか高いよねって言うんですけども、払ったことねえだろみたいな思うんですよね面白いなと、だからどうこうってわけじゃないですよ。なんかその捉え方が面白いなと、で、まあ、ましてや私は現金で払うことがないんですよね、あんまりね。だいたいカードでスパッと払うんで、私も支払いの時に現金の圧力あんまり感じないんですよ。なんか カードを渡したら払えるみたいなね、だからその金銭感覚も私っていうか男性側とだいぶ違うんだろうなとかね、思っちゃうんですよね。まあ女性に対しての感覚ってのはビジネスする上でかなり重要だと思いますね。ビジネスよりも難しいと思うしね。まあそういうところでね、ちょっとこうあまり取り留めもないことなんですけども、深夜3時35分久保哲郎今起きましたということで、今回はねこんなちょっと半分寝ぼけたような動画でございます。たまにはいいですね、こういうのはね。はい、いってらっしゃい。